孫烈心は、中華民国の軍人、法天派に属した。原名は旧皇、字は戦後、後に、法行とする。祖籍は、直霊省永平不学定県馬小屋将貧しい家に生まれ、若い頃は、古作人や馬商人として、生計を立てていた。1897年から新軍に加わり、1902年、中寺純房投領主喜び乱配家となり、 ここで傭兵の才能を示して、主から徴用される。1906年、左自順房投了、蝶作林配下に移動し、以後非属討伐などに従事する。1910年、東三小工部同期陛下に入学し、翌年に最優秀の成績で卒業した。中華民国成立後の1912年9月、蝶作林率いる陸軍第27市で、孫列進は、 第54度々長に任せられた。12月、陸軍少将に昇進し、1915年8月には、陸軍中将となった。翌年4月には、長らによる、だしり東三将軍無断、柴隆の追い落としと、長の法典将軍就任に貢献している。その後、軍旗粛清を図る法典派の重鎮、王栄光に対して、孫列心は、 他の諸軍官と同様に不満を抱いた。しかし1917年、同じく不満を抱いていた湯玉龍が、第28師師長兵徳林と結んで、班長作人の兵を起こそうとすると、孫はこれには従わず、逆に、兵、湯の兵兵兵を地が圧している。孫はこの功績により、第27師師長に昇進した。翌年、孫は小東主体司令に任せられ、 湖南遠征の法天軍を率いた。9月には、関内佐々軍副司令に昇進している。1919年7月、張作人の推薦により、孫烈心は国力高徳軍に任命された。この当時は、ロシア革命の影響もあって、中路国境は、極めて不安定な情勢にあった。孫は、辺境で活動する赤軍や北軍から、中国領侵入や、要求提示などにあったが、 いずれも冷静に尻け、対価なく対処している。また、国旅交渉内の開港やアヘントリシマリンにも尽力し、一定の成果を残した。1921年3月、孫烈心は、吉林特軍県東小鉄路を守る自軍総司令に移動した。翌年4月、第一次、笹口自家戦争が勃発すると、孫は、笹口軍副総司令として、方典を守備した。 蝶作人が敗北して東三省に戻ると、孫は蝶の東三省実地の宣言に組みし、東三省保安副司令に任ぜられた。蝶は直霊派への報復のため軍事改革に取り組み、東三省陸軍政治所を創設した。道所統官には孫列臣が任命され、副統官の京のボルセン、半林春、保安司令部参謀長、蝶学良、副参謀長、 各省令の尽力もあって、顕著な改革成果を得ることになる。しかし、孫烈心は、吉林の小政に取り組むだけの時間がなくなり、次第に、吉林では、貴族の対等など混乱が発生するようになる。1923年11月、ようやく孫は、長春に戻って、小政に取り組んだが、効果は限定的であった。さらに同年中に病を得て、重篤となり、 公認の吉林特軍に、調査賞を推薦して、自らは療養生活に入っている。1924年4月25日、法典にて病没。去年53、ありがとうございます。